っぱり多くはないですけど、あることはあります。でそれ結局なんか自分も何が良くてとかっていうふうに思って、まあ、聞いてみることあるんですけど、レスポンスが早かったり嘘つかなかったり、まあ、当たり前のことだと思うんですけど、まあ、それがあくまでベースなので、まあ、プラスアルファで他にも多分いろいろあると思うんですけど、まあ、あくまで、まあ、ベースがちょっとできてないところはこう削っていくっていう感覚ですかね、お客さんの方がという形なので、最初のその削る作業の中でまず残れるかどうかっていうところがあると思うので、まずベースはしっかりして、でプラスアルファは、まあ、それができた上で、まあ、どんどん力をつけていくっていう感じのイメージです。坂田にいるのと他の不動産屋さんで働くのと、じゃあ同じ不動産屋なんですけど、やれることって結構違くて、普段話が来ないところから話が来たりっていうところもやっぱりあるので、まあ、そういった面ではなんか勉強に非常になるので、まあ、その会社でまあどんどん広げていくことができたら、まあ、一番いいのかなっていうふうには思います。たまたまですかね、たまたまその今の坂田にはそのまあ今のまんまでいいやとかっていう人がいないかもしれないですね。他のスタッフもまあ今以上に働いて、まあ例えばお金もらいたいとか、まあ家買いたいとかっていう、まあそういったのがやっぱりあると思うので、まあそういったのが、まあ、今の現状をずっとずるずるいくよりかは、まあ、頑張った方が、多分みんなそれは共通認識というか、それぞれがそう思ってる、会社メンバーだと思います。